傾築広域市町村県事務組合は、福岡県傾築地方にある一部事務組合。行橋市、武前市、京都郡神田町、京都郡宮古町、築城郡築城町、築城郡吉富町、築城郡工芸町の西五町で構成される。傾築広域市町村県事務組合については2022年4月を、目処に再編が計画されている。ここでは、行橋市、 神田町を除いた一市四町の常備消防を司る建築広域圏消防本部についても説明する。出典による。建築広域圏消防本部は、福岡県武前市大和田五堀525から1に所在し、建築広域市町村県事務組合が管理する消防本部である。管轄は、武前市、京都郡宮古町、築城郡築城町。 築城郡吉富町、築城郡高下町の一市四町である。出展による119主力機械出展による、建築広域市町村県事務組合の組合長を務める田中ゆ橋市長は2020年11月の定例組合議会で2022年4月をめどに、組合を再編することを表明した。建築広域市町村県事務組合では、消防、学校給食、 休日、夜間診療2事業の、軽4事業が実施されてきた。しかし、いずれも、厚生自治体すべてが参加する事業ではなく、地域限定の事業で、2014年に、行橋市と宮古町による給食センターが廃止され、2016年には、豊か地区休日休館センターの事業は、地元医師会に引き継いだため、京地区広域市町村県事務組合が実施するものは、 に事業のみとなっていた。2020年1月、定例組合議会で議案が否決されたことから組織の分割再編に向けた流れとなり、11月の組合長の表明を受けて、副市長及び副町長による実務協議が開始されることになった。ありがとうございます。